マッティ・ヤルビネンはフィンランドの陸上競技選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの金メダリストである。ヤルビネンはスポーツ一家に育ち、父親のベルネル・ヤルビネンは1908年ロンドンオリンピックのギリシャ式円盤投げの銅メダリスト。兄のアキレス・ヤルビネンは十種競技の選手で、1928年アムステルダムオリンピック、1932年。 ロサンゼルスとに大会連続の銀メダリストである。ヤルビネン自身も1930年から1934年までの5年間で10回の世界記録を更新しミスターヤリ投げと呼ばれていた。男子ヤリ投げの世界記録の更新回数で2番目に多い選手はフィンランドの世にミューラとチェコのヤンゼレズニーが4回であり、実に倍以上の回数である。ヤルビネンは 1932年、ロサンゼルスオリンピックのやり投げに出場。72m71 で金メダルを獲得。他の二人のフィンランド人、マッティシッパラ、エーノペンキラと共に表彰台を独占した。ヤルビネンは1934年の第1回ヨーロッパ選手権でも優勝。4年後の第2回大会も静止連覇を果たしている。 しかし、1936年ベルリンオリンピックでは、怪我に苦しみ、結果も5位に終わっている。ありがとうございます。